際にはポリエステルが 40% って、うん、だから T シャツのヨレとかな、写真画像を行きます。うまっ。朝浜屋こんだけ混んでる行列手には並べない。美味しい。この人さんに来て俺のバーっていうのが何とも飲み飲みしてくれて、あんなのお腹そうそうそう、これ YouTube だよ。あ、YouTube。あ、来た。ついに。やった。念願のね。動画？動画。出れるよ。やっと。俺のシールもう剥がれてんじゃねえかよ。剥がれちゃいました。おい、そりゃそうか。忘れ物なし。あれ出した？もう来ることはないだろう。半年間あらした。洗濯していただいていた洗濯代行元江さんの里美さんへ匠プレゼントお願いします。喜んでもらえるか分かんないけど、めちゃくちゃ喜んでくれると思います。ということで、ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。